奪い返してシシーニョ前を見てシュート打てるか、左足のシュート、シュートはどうか、決まりました、同点。新加入の長島、 FC 岐阜が同点に追いつきました。振りが早かったですね、はい、自らの懐にボールを収めてから左足を振るまでが早かった。この長島、新加入の選手がいきなりの挨拶代わりの1点を決めました。ここで一度岐阜はボールを失いかけたんですが、ね、この後ですよね、わずかな隙間。